全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。うわ、また使っちゃったよ。全然たまんねー。はい、今回は、貯金って必要っていうテーマでお送りしたいと思います。先日ツイッターで、まあ、20代の貯金額が半数ぐらいがだいたい100万円以下で、だいたい中央値が8万円っていうのを見ました。中央値が8万円、もちろん大学生も行ったりするんでいろいろ統計もあるんですけど、まあそんなに持ってないよっていうツイートが回ってきました。加藤さんが1年前の動画で貯金すべきではないっていうふうにおっしゃってたんですが、今でもやっぱりその考えは変わんないんですかね。1年じゃ変わんないよ。まあ、ただ、はい、この1年ってわけじゃないけど、どう頑張っても無理な人は無理だしなっていう気持ちは年を追うごとに強くなってます。元は貯金なんかせんくていいからいっぱい稼げって言ってたけど、稼げっていうか使え、まあ、消費行動がその人生経験につながり、うん、人生経験が増えると人として後輩を連れるとかマネジメントするとか全てに生きるし、うん、世の中のお金の流れも知れるからビジネスの戦闘力も上がるし、メタ認知力も上がっていくから、まあ簡単に言うと人間として成長するから、貯金してるやつより使った方が絶対将来に投資になるとっていう考えでした。ただ使ったところで成長しないやつはしないし、じゃあ何に使えばいいんですかとか聞いてくる人に言ったところで思考力が低いから何も吸収できないしっていう人もいっぱいいるって考えると、じゃあ一概に使えっていうよりかは1円たりとも無駄に使わず貯金した方がいいやつもいるなっていう、うん、まあ一種そのこれはもう自分が間違ってました、すいませんでしたっていう訂正ですか。攻めの毒じゃなくて守りの毒、はい、ごめんみんなお前らもっとアホやった使わないとそれこそさっき言ったリュウジさんみたいになっちゃうみたいな感じなんですか。使わないからいや 年取ってから恥ずかしい思っちゃうみたいな。まあそれもあるかもね。リュウジさんが使えたのに使わなかったか分かんないけど、若い時にお金をたくさん使ってたら今こうやって恥をかかなかったよね、うん、それは間違いないと思う。だその飲みの場が割り勘ムードなのかおごりムードなのかっていうのは瞬時に見抜ける目は絶対培われてたはずだよね。俺も多分最初はびっくりしたような気がする。その文化に対してですか。文化っていうか、20メートルぐらい先にいる女の子の会計ここに俺の入ってるのシャトーブリアンめっちゃ頼んでるなとは思ってたけど、あれ俺の会計についてんだって思うと急にムカつくみたいな、そういう会にはもう行かないようにするとかね。うん、その場はもう勉強代じゃないですけど来た時点で的なところがあるし、もっと言ってこれややこしいのって金銭感覚の違いで、港区女子宅代高い、はい、これ一般常識ですけど、でも港区女子を100円で呼べるってなったら多分ここでブーブー言って港区女子叩いてるやつは全員呼ぶんですよだって100円で呼ぶんだからそこの金銭感覚の違いっていうのもあるから、もシャトーブリアンの金額だって俺その当時の俺からしたらなんか3万円とか4万円みたいなのが来て、みたいな、俺冷麺しか食ってねえんだけどだからそこも3万円4万円があの人たちが300円か400円かの違いだったら、うん、冷麺食って30円のはずが300円になりました、まあ気にしねえなみたいな話っていうのも入ってくるからまたややこしいよね。今しか先生は貯金どれぐらいあるんですか。ジャスト100ぐらいです。でもどんどん使ってます。パソコンとか編集ソフトとかになるべく使って。じゃあ貨物さんも教えは守ってる、うん、経費的な側面が大きいですよね。まあ個人事業主なんでね、うん、そうですね、すごいです。俺だって20代の時通帳20万超えたこと多分ないですね。まあ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 熊谷さんとか後輩とかにはどういった指導するんですか。もうお金はできるだけいろんなところに投資しろみたいな感じなんですか。本来鴨さんのようにそう言いたいんですけど、はい、使っちゃう人が多いんで。あ、飲み会にとかですか。なので内定者の時とか入社する時期には君たちの初任給だと手取りがこれぐらいになると、家賃を引くとこれぐらい、光熱費もろもろ引くとこんぐらいっていうことは、月に自由に使えるお金が一件こんぐらいあるんだけど、このうちのいくらぐらいは貯金に回そうねって言ってもできない人がいっぱいいるの知ってるから、給与から自動で天引きされていい利息がついて回る仕組みのやつがあるから、それに最低こんぐらい入れた方がいいよっていう指導をしてます。初任給高すぎるんで勘違いするじゃないですか。初任給の平均多分27、8万とかですよ。多分世の中一般の新卒でそのぐらい、多分新卒だと23とかですか。そんな中で UIM の社員は持って40なわけじゃないですか。じゃあもう無敵やって思っちゃいますよね。ですし、だからバグるんで、本来の君たちの価値以上にうちが還元率高いから払ってるだけなんで、そこの勘違いから全て不幸始まるんで、それこそ例えばじゃあ退職するってなった時に、社宅契約してる家を個人名義に変えますとかっていう時に、その名義変更手数料と新しく敷金1ヶ月分かかるよってなった時に、いや貯金ないんで払えませんみたいな、20代後半でそこの10万20万出てこんでかいみたいな、使っちゃいましたみたいな人は過去何人かいたりしたんで、なんで浪費させすぎないように、ただ自己投資はしっかり
しろって言いますし、社交的な使い方しろっていうのは言いますけど、いやとはいえもう自動的に絶対守られるようにこれぐらいにしなさいよってふうにしてます。プレイヤーとしてだったら別に貯金いくらあろうがいいんだけど、30過ぎた時にえそれもったいないじゃんが口癖というか、うん、コスパがどうとかずっと言ってる人に誰がついていきたいねんっていう話 で30過ぎてマネジメントができない人がついてこない人って無価値になっていくんですよ。プレイヤーとしては若くて元気なやつの方がどう考えても優秀なんで、その若くて元気なやつを今度は束ねてもっと大きな仕事ができるっていうようにならないといけないのが30代なんですよ。その時に若くて元気なやつがいやあのおっさんについてっても何もなんか教えてくれないしもったいないとかコスパだとか言ってる、人生経験もなんかあれだしってなったら多分その人に誰もついてこないんで、結果そいつが損するんですよね。だから早めにいろいろ経験しておいた方がいいよっていう、それだけの話なんですけどね、うんうんうん、でリュウジに飲み会誘われても行かへんもんな俺ら、うん、ちょっとさっきの話聞いて行けなくなっちゃいました、ね、でしょリュウジさんはたまたま自分が YouTuber として当たったわけでしょ。あの年齢でプレイヤーで当たるって奇跡なわけよ。一般的にはあの年齢って料理だったら店構えて若いスタッフで経営をやっていたりとか店長やったりとかっていうポジションになってるはずの年齢で YouTuber で当たった、よかったよね自分のボスが女の子からケチだって思われても超嫌じゃない。まあちょっと嫌ですよね、うん、自分までダサくなりますから、うん、俺と飲み行ってさ俺がさ行っておいとか言って女の子さこうやってずっと撮ってるのさ隣で見てさちょっとやめよう撮るのそういうことです。全てにつながるんです。ちなみに皆さん貯金はいくらあるんですかあもうこれがやりたかった、もうこれがやりよう、これが聞きたいです。カボンさんは独立前とかどのぐらいだったんですか。200万ぐらい、ホームページ作るのに100万で資本金100万円 でもう何十万か余ったから300弱だった。じゃあ結構それヒヤヒヤだったんですか。いやでも資本金は別に使わないお金だから、はいはい、会社の口座に移動するだけだから、うん、だからまあそんな焦ってないから30時点でどのぐらいあるといいみたいなのあるんですか。なんかそのこのぐらいやった方が社会人として普通だよねみたいな金額ってあったりするんですか。これマジ分かんないですね。年収ざっくりどれぐらいとかは多少話すんですけど飲み会とかで、はいはい、貯金いくらの話だと一番しないから、どれぐらい BS の考えなんですよ。バランスシートとか会計上で言うと、はい、要は家買ってたりしたらその家の価値と、うん、でも借金もしてるといくら払ってるか、じゃあその家の分の何パーセントはすでに自分の分かみたいな考え方をしないと正確な資産って出ないじゃん、うん、現金いくらかとかは正味どうでもよかったですね、うん、で持ち家があって極論だけど払い終わってて家賃ただだったら貯金なくてもここからどんどん増えていくっていう前提になっていくじゃん、はい、貯金が、うん、資産を計算しても意味がない部分はあるかもね。独身で普通に賃貸暮らしその条件下で比べたら意味あるかもっていう前提で30歳の貯金だったらまだ議論しやすいかもしれないですね。そうですね、うん、そもそもこの貯金の話自体独身で一人じゃないとしないというか、多分結婚してる人の計算ってできないから、うんうん、しないですそもそもだって参考データが大学生含みの20代の金融資産保有額と割合中央値8万円っていうのもわけわかんないテーマになってますからもはや。結論29の時点で貯金いくらあったらいいか、まあ、独立してない前提会社員だったら200万にしましょう。200万結構多いっすねいやそらショッピーからしたらな。だから世間一般の相場でいうのは何歳の時にいくらじゃなくて会社員の給与だったら手取りの 10% ぐらいは貯蓄に回すのが一般常識ですよって言われるんです。パーセンテージの理論は僕はそれは本当に雑魚向けのマーケティングだと思うんですよ。だって雑魚向けマーケティングですよ多分。まあ確かに貯金のこと考えないですもんね。月1000万売り上げあったら家賃はあの月収の何パーとかいう思想も、はい、可処分所得の何パーであるべきという、可処分所得というか多分残ったお金の何パーみたいな考えをしないといけないのに、うん、額面で考えたりとか、まあいやここら辺はちょっとこう言いたいことうまく言語化できないけど結論200万でしたっけ。29歳、まあ、200万ぐらいあれば、うん、まあ大丈夫でしょう、ね、相場平均は200万です。よしよしはい、ということで今回は貯金って必要でした。ありがとうございました。ありがとうございました。